今日は質という字を書いてみましょう。まず1画目、1画目はこの辺りから左払いします。2画目は1画目のこの辺りにくっつけて横画を書きます。この横画は縦の中心に対して1対1になるように書いていきましょう。3画目、3画目はこの辺りから2画目よりも長い横画を書きます。4画目、4画目は縦の中心のこの辺りから左払いしましょう。5画目、5画目はここから右払いします。ポイントとしては縦の中心を見ながら書いていきましょう。あとは横画はこちらの方が上の方が短くて、3画目下の方が長く書いていきましょう。あとこういう三角形の中に入るような字形で書いていきましょう。